に兄さん。そうなんです。とっても綺麗で香りもいいんですよ。大好きだから大変だと思ったことは一度もありません。それに綺麗に花を咲かせてくれた時は素直に嬉しい気持ちになれますし、でもよかった、管理人さんが花を嫌いじゃなくて。だってやっぱり大切な人には自分のことを理解してほしいなって。
お兄さんのおかげです。そうだといいな。ちょっと待ってもらえますか？
バッチリ見ちゃったぜ。なぜ、お前もなかなかやるじゃん。さすが俺の家来だな。しました。とりあえず中へどうぞ。どうぞどうぞ。気にかけなくて大丈夫ですよね、サチエさん。サチエは全然気にしてないです。それはそうと、どうしたんですか？私に何か用事でも？いつきちゃんのことですか？それは考えすぎかと。そうです、管理人さんは悪くないです。なるほど、それも一理ありますね。微妙な問題ですからね。幸恵さんは明暗ありません？幸恵には難しすぎます。私たちでよければいつでも声をかけてください。はい、お疲れ様です。晩ご飯の用意できましたけど。お待たせしました。今日のメインディッシュはボリューム満点のチキンカツレツです。たくさん食べてくださいね。いつきお姉ちゃん、お兄ちゃんがどうかしたの？知りたいか、フルミ？うん、フルミ知りたい。そうか、知りたいか。どうしよっかな。
教えて教えて。そうだな、せっかくだからみんなにも教えてやるか。皆さん聞いてください、あれは事故なんです。何を人騒がせね。だいたいスカートめくりをしてる人の言うことなんか信用できないわよ。スカートめくり反対。あ、それ私も賛成。ウサミョは毎日ブルマ履くの嫌でし。反社会的行動は慎むべきです。うん。そんなはずねえじゃんか。そのくらいで許してあげて。ご飯食べましょうよ。そうそう、今日は美味しいデザートを用意したんです。あの、お休みでしたか？そうなんですか？でも、目が真っ赤ですよ。あの、私は先日お約束した花を届けに来ました。そしたら、ミオも一緒に行くってことで。ねえお兄さん、トランプやりましょうよ。ミオはどうしても眠れないらしくって。遊んでもらえますか？そうですか、それじゃ
お邪魔します。お邪魔します。私は構いません。なかなかいい勝負でしたね。え？お兄さん、また今度遊ぼうね。いや、趣味みたいなものですから。ばかりなんですけど、ここ最近では一番綺麗に咲いてくれて。お兄さんもお花が好きなの？ありがとうございます。遊んでもらった上にミオをわざわざ運んでもらっちゃって。私もとても楽しかったです。はい、おやすみなさい。
絵描きでもするんですかね。花の咲いているところといえば、この時期裏庭の花壇しかありませんから、そこを教えましたけど。そうそう、写真も時々迷っちゃいます。あ、そうだ、写真もいいもの持ってたんです。これです。これから野菜が高くなるじゃないですか。だから自分で育てようと思って買ってきたんです。そしたらお店の方が初恋草はおまけだってつけてくれたんです。お姉ちゃんが可愛いからって言ってました。管理人さん、よかったら初恋草差し上げます。差し絵が必要なのは貝割れだけですから。はい、どうぞです。それじゃあ差し絵はお掃除しなくちゃいけないんで。私もそろそろ医務室に。わかりません。私がお水をあげに来た時にはもう。そんなことしないでください。もし当事者がわかったら私辛いです。私、大丈夫ですから。それじゃあ、失礼します。
兄さん。お兄さんにプレゼント。かすみさんにお花の咲いてる場所を教えてもらって私が摘んできたんです。ね、お姉ちゃんのお花と一緒でとっても綺麗でしょ。花と一緒に飾ってね。じゃあ私お部屋に帰るね。管理人さん。は、はい。あの、一体…どうしたんですか？これは？管理人さん。そうですね。また育てればいいんですよね。お願いしてるんです。綺麗な花が咲くようにって。綺麗な花を咲かせてくれるといいですね。そうですね。Thank you.
ますよ。でしょ？管理人さんはお掃除ですか？いつも大変ですね。私は不真面目かも。ピンポン。さーてと、そろそろお昼寝しなくちゃ。管理人さん、お掃除終わりました？管理人さん、玉ねぎの皮むき手伝ってほしいんです。そうなんですよ、幸恵もうるうるです。でも仕方ないんですよ、勝手に涙が出てきちゃうんですから。ふう、お願いします。